はい、明日、金曜日ね、あと土日、ダイナランドを来る人のためにということで、パーク系をね、撮っていこうと思います。あれが、ガンマライナー降りたところですね。で、昨日からできてたんかな。これなんだ、これはキッカーじゃなくて、助走ですね、多分ね。で、こっち、乙女ツリーランも解放されてます。今日は解放されてたかどうかは知らないですけど、で、あれが、わ、上に反り上がっとんなー、すごいなー。げえ、俺これ嫌だなー。マジかよ。うわー、40度ぐらいあるな。40度もないか。37度。すーげえ反り上がっとんなー。ぴょーんって飛んで、んでね、何メーターキッカーっていう名称がつくのは、何を根拠に何メーターかと、何メーターかというと、カミカミでごめんね。そこの板が離れるところから、板が空中に浮くところから、空中に浮いてる間のことです。ここで着水すれば、4メーターか。で、ここで着水すれば、6メーターです。うん。だから、助走の位置がほぼ強制されてるからね。人によって違うっていうことはあまり出ないでしょうね。これ何メーターだ？4メーター。7メーターにとったな。7メーター。え？これが7メーターかな。7メーターこれのことかな。10メーターもできたらしいから。うわ、すげえな、あれ。なんだあれ。これはもう、死んでもできんわ、俺。はぁ、スノーはいいよな、チャンネルさん。もうそろそろこういうのにチャレンジするんかな。これ、板をここで横にするんかな。ここの時点では板縦なのかな。ああ、あそこ、雪がこう反り、ちょっと反り上がっとって、カーブしとって、そこでちょっと斜めになっとって、で、その雪のとこから棒までが、ちょっと、7センチぐらい段差あるね。うん。7センチぐらい段差が。うん、で、棒の幅が、棒ね、四角い棒ね、これ。の幅が、ちょっと見づらいけど、9センチぐらい。で、この棒の距離が、2メーター50センチぐらいか。で、棒から下までが、1メーターぐらい。で、棒からこの助走の、